先に死ぬのお前、いやそうやって言ってみんな先死んでってるからね。俺からすればお前らが放送に来ない時点で死んでるからね。わかる？命があるから生きてるわけじゃなくて、来なくなったら俺からすれば死んでるも同然なんだよ。どっちが長生きするかって言ったら俺のが長生きするじゃん。やってる側の方が、見る人間のが先に飽きていなくなるんだから。俺からすればこの放送からこの視界から君たちが消えた時点で俺の中では死んでるのと同じ、うん、で君たちもね、放送見なくなったら俺が死んでるのと同じでしょ。どっちが先死ぬの？俺が配信やめるのが先？君たちが見るのをやめるのが先？君たちが見るのをやめるのが先でしょ。だから俺は死なねえから、うん、悔しかったらずっといろよ、うん、死なねえから、うん、俺より先に死んでるやつしか見たことねえから。10年間の間俺は常に生き続けてるから、うん、舐めるんじゃねえ、本当に舐めるんじゃねえよ、ほんと。覚悟がちげえんだよ。君たち暇つぶしと魂かけてる俺では重さが違うんだよ。わかる？いや、ここに魂の天秤が欲しいね。ああ、すごいことだよ。こんなならこんな。うん。何言ってんだって。え？いや、知らん。うん。結果ずっといてねえってこと。え？いやでも命の方が勝ち劣すると長生きはしない家系だとは思うよ。うん、多分長生きしてるじいちゃんとか見ると覚醒遺伝で多分今度こっちは長生きしないと思う。うん、まあたまに遺伝とかで一族みんなが長生きってことあるけど、そういう人たちは健康に気使った生き方してるからね。うん、まあ僕は近いうちに糖尿病の検査を一回行って配信を盛り上げようかなとは思ってますけどね。近いうち1月中ぐらいにもどっかある程度ノリミドとか終えたぐらい、うん、糖尿病検査もネタでちょっと行こうかなと思って。まず一つ目糖尿病、うん、だって血液検査それだけだからね。まあ1日かかるから前日飯食えないけど、うん、行こうかなっていう。左足はね今大丈夫なんだよね。本当に行くから、行く行く行く、うん、いやだって糖尿病検査行ってあのオープニング15分引っ張って結果出しますとか言ってまた 黒背景に白字出してで、うーんとか言いながら発表しますとか言って15分で1万個目ぐらいもらえるんだったら全然病院行って針刺されても痛くも痒くもなんともないもん、うん、それで盛り上がるならば病院なんかいくらでも行ってやるよ、うん、それでうーんとか言って発表します、石川紀之の糖尿病血糖値はででんいやーとか言って、おい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 早く言えよ早く言えよ、いや、待って待って、心の準備ってものがあるんだよ。とりあえず、オープニングから、おい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 、いや、とりあえずオープニング、おいおいおい、だ、チク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 、食前じゃーで、もうこんで多分1万5千個目ですよ。うん。まあ、その想定がもう頭の中にあるから。うん。それでバツンとか言って終わるんだろう。いや終わんないでしょ、それは釣り配信じゃない。やるって言ってやるって言ってさ、そこまで言ってさ、やるって言ってさ、いや今日糖尿病なんだよね、それで結果出しますよ、怒られるでしょ、これ怒られるでしょ、普通にこれはダメでしょ。いや落ちじゃない、終わんない、待って、予言書あるんだから予言書落ちじゃないよ、バカ言ってんじゃないわ、今日なる意味メイン組んだから、これから。あれじゃない、あれじゃない、あれじゃないの。あれじゃないの。うん。ほんとね。終わんないよ。今日終わんない。いいじゃねえかよ。たまには長くやったってよ、メインだってよ。おめえ。さっきじゃねえよ。あ、でも、ありがとうございます。一個、感謝もあるわ。携帯ポチポチ触ってたら、また通知登録増えたよ。あと、40万人まで、152人になった。また増えたんですよ。うん、152人になった。あと152人が通知登録してくれたら40万人になる。ガチガチガチ。ちょっと、キャップって見せる？ちょっと待ってね。パソコン壊れてるからね。じりじり増えてるんだよね。配信外に増えるんだよ。何なんだろうね。配信中増えないの。配信外に増えるの。うん。
理由がね、わからない。あ、エクスプレート来た。40万人来てんのに、人は増えないな。だから死んでるっつってんじゃん、人が。さっき言ったよ。ここからいなくなった時点で俺からすれば死と変わんねえぞって言ったじゃん。もう死んでんだって。人来てんのに抜けてってるから増えないんだよ。マジで、穴の開いてるビニール袋に水足し続けてんだよ。もうダーダーだよ、こっち本当に。出てった水のが多いよ。わかるでしょ？そう。ビニール袋こうやってあるんだけど、これ穴開いてんだよ。なのに上から水足してんだよ。そんな感じじゃない。で、なんとか、足してる水の量と出てく水の量がイコールだから、溜まってる水は変わらずにずっとイコールできてるって感じ。わかる？だから足してる水より出てく水のが多くなると閲覧は落ちていくんだよ。これオワコン。出てく水より足してる水のが多いとプラスになるって感じだよね。でも一番いいのは穴塞ぐんだけど、塞がらんのよ。こっち塞ぐやん、こっちは泣くんよ。こっち塞ぐやん、こっちは泣くんよ。両方塞ぐやん、上から見せてくんだよ。もう困っちゃう。本当に、どうやって塞ぐのかわかんないけどね、これね、出てく水を塞げたらね、配信ノーベル賞もんだよ。リスなんか出ていかないっていう技が使えるならノーベル賞もんだよ、これ。誰も今のところね、この配信会15年ぐらい多分回ってると思うけど、見つけた人いない。本当に。いきますよ。これ、ほら、こんなに登録されてんのに、6000人しか来ない。おかしくない？こんなに登録してくれてんのに6000人しか来ないんだけど、死んだの？死んじゃったの？ねえ、みんな死んじゃったの？ねえ、こんなに登録されてんのに死んじゃったの？ なんでかな？ちょっと更新してみようか。あ、10人増えた！ おー、すごいすごい。なんか画面の向こうの誰かが10人も登録してくれたんだが、またキリのいい数字まで近づいたよ。もうちょいだよ、マジ。減った？今解除した人がいるの？ねえ。あれ？おい！やめろや！お前、スタートより減っちゃうじゃん！ざけんなよ！なんでだよ？なんで減らすんだよ？今、まあ、これ次更新したら、800切っちゃってんじゃないの？切っちゃって、すごい落とされたんだから、え？わ、見なきゃよかった。いや、使用されてない赤は整理しないとなって、使用してるから減ってんでしょ、これ。いや、バカ言えよ。おい、120人も。ざま、この流れで今通知登録を解除したやつ星取れちゃったな。え？今ここで解除する流れだろみたいな感じで、何も知らないやつがノリで解除したな、今な。え？星取れちゃったぞ、おい。え？まあ俺は星を気にしないけど、星気にしてるやついっぱいいるよな。え？星取れちゃったよ、お前。え？いいの？ねえ。本当に。いや、本当取れちゃうからね。面白いよね。もう、いっそ、全員取ろう。ねえ、いらなくない？星とか。いっそ取ろう。いっそ全員星取ろう、もう。サポーター？サポーターの方なの？通知とサポーターは別なの？そうなの？マジで？それ聞いてないんだけど。え、ちょっと待って、調べてみろ。嘘、そんなことないよ。え？しの。え？マジだ。マジじゃん。恥ずかしい。恥ずかしいな、これ。やらかしたな、これ。
本当に。あ、そうなんだ。あ、折れたと思ったのに俺。これやりたかっただけ。ごめん、このくだりやりたかっただけなんだ。ごめんね、ちょっと付き合わせたわ。このくだりやりたかっただけなんだ、本当に。うん、まあでもね、俺欲しいならないと思うんだけどね、本当に。非表示の方が良くない？初見が入りやすくて良くない？ここは何も思わないかもしれないけど、他のキャスからすると星があると米入りづらいとか、星の人ばっかりいると怖いとかいう人もいるから、そう思うとなんか星が非表示にされてた方がまあなんか入ってきやすいよなっていうところはあるよね。みんななんか初見っぽく見えるじゃん。うん、だからなんか非表示とかにできればいいなと思うんだけどね。星ってある意味承認欲求だから、まあ持ちたい人は持ってていいけど、画面に出す必要あんのかなっていうところだよね。出したい人は出せばいいし、出したくない人は出したくない人もいるだろうから、なんか往復あったりするといいよねっていうふうに俺は思いますけどね。うん。